この子たちはどういう境遇なんですか？この子たちは野犬の子供が産んだ赤ちゃんたちです。みんな兄弟なんですけど。なんと7頭なんですけど、あと1頭がまだ捕まえれてなくって、はい、心配ですね。そうなんです、捕獲挑戦中です。はい、これ愛媛県内で。そうです、愛媛県内です。多い場所ですね。そうなんですね。はい、こういうとこに来なくて済むようにね、生まれないようにしなきゃいけないのに。そうなんですよ、キリがないです、本当に。猫はワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は松山市の犬猫ボランティア光と希望に保護犬をもらいに来た立花さん親子に密着。どんなワンちゃんをどんな思いで譲り受けるのか、お楽しみに。猫ワン。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと、首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。こんにちは。今日は何を？子犬の紹介を前回受けたんで、それに会いに来ました。というのはどういうことですか？前回、先週来た時に子犬がいますよと。で、その週は来てなかったんですけど、今日だったら会えるってことなんで。はい。犬を飼いたいってことですか？そうですね。今回はどのワンちゃんを？テッドとニーナを。はい。ということは2匹ということですか？大丈夫ですか？一気に2頭っていうのは。むしろ喜ばしいことなんですけど。環境的にはどうですか？いや、全然広々してるんで、狭くはないですね。この2頭を選んだのはなぜ？いや、僕個人はテト君、一目でテト君だったんです。一目惚れ。はい、はい、一番可愛いっていうので、ただまあ白い犬、両親があんまり好きじゃなかったので好きじゃない。はい、はい、で他の子で、この子はもう決まってるって言われてたんで。なるほど。他の先着あるって言われてたんで、この4頭の中でちょっと選ばしてもらって、で今日はとりあえずこの子とこの子を予約させてもらって、どうするかっていうのもまあ相談しながら来て、ちょっと一回先に見せてもらって、で2頭がいいなって。なるほど。今日はお母さんと一緒に来られてる。はい。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて、猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。
同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。もう子犬ばっかり集めても、はい、捕まえてもその元気な、ね、お父さんお母さんがいる限りは永遠生まれるので、できたらそのお父さんお母さんをね、せめてお母さんだけでもね、はい、あの捕獲できたら減っていくんですけど、こう今回も7匹中6匹しか捕まえれてないので、そのうちの1匹がもしメスだった場合、ね、大きくなったらまたその子が赤ちゃんを産んでしまうし、なので本当にキリがないです。でこれからもらい手さんを探すということで、はい、そうです、はい、やっとデビューできたので、うちに来てから、はい、健康診断と検便したり検尿したり、はい、耳だに見たり、はい、で何かしらその、ね、お腹の中に虫がいたら口を終わらして、はい、で耳だにがいたら耳だに駆除のお薬も垂らして、うん、でワクチンも終わったので、はいはい、デビューしました、はい、そしてこの場に来ているという、そう、うちにいる間にも、はい、もう日に日に大きくなってて、本当だったらね保護してもう次の日にでも出したいぐらいなんですけど、はい、やっぱりね怖いので、はい、そういうのは全部済ましてからなんですけど、もう本当振り返ったら大きなっとるっていうぐらいぐらいのペースで大きくなってます、はい、みんな本当にもう芋、もうさつまいもみたいな状態で来たんですけど、はい、最初は芋ぐらいだったんですか。 芋みたいでした、はい、本当に離乳食でいけるかなぐらいやったんですけど、はい、全然、はい、これはもう何ヶ月経ってるぐらい、おそらく1月中旬ぐらいに生まれたんじゃないかなってことなんで、 2ヶ月です。2ヶ月で、はい、男の子は足が大きいですね、すごく。あ、そうなんですね。お母さんがすごい大きいらしいので、みんな大きくはなるかなと。ということは立花家に行く2匹も大きくなりそう。そうですね、特にテト君はちょっと覚悟してもらわんと。白いテト君大きくなる、はい、なんでわかるんですか。前足がスペシャルに大きいです、はい、はい、奇襲犬並みになるんじゃないかなっていう。どうですか。喜んで大きい犬好き。もともと大型のコリーを飼ってたんで、おーで大きい犬もその小型犬よりかは大きい犬の方がずっと好きなんで、うん、おーそうなんです、ね、大きくなるって聞いたのでちょっとテト君を押しましたなかなかね、皆さんね20キロ級になるって言ったらそれを理由にあちょっと難しいなっていう人が多いので、ありがたいです、こうやって大きいのどんとこいみたいな方が本当にありがたいです。本当にそんな言い方うわー出た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 、まあ、チョゲも白いでしょ。年取ってもじゃあ白い。そうですね。どんな性格ですか。マイペース、おっとりさんですごく。で、この子が一番人を怖がらなくて、はあはあ、ぼーっとしてる感じ。ぽやっとしてますね。はあ、楽しいでしょ。じゃあ抱き小屋に。これは逃げないようにするためですか。あ、そうなんです。これ本来はアニマルさんのね、人の触れ合い場所なんですけど。ほうほうほう、あ、もう抱っこしてる、はい、どうですか。いや、かわいいですよかわいい。あら、お母さん、うわー、どうですか、ね、かわいいですねね、凛々しいよね、なんかね、やっぱ男の子って感じで。男の子で、うん、こっち全然泣かないですね。そうですよ、本当に泣かないです。泣かないですよね、吠えないし、はい、ご飯してる。いや、この子はそんなことないです。みんなちゃんはビビってます。そうなんだ、はあ、うん、でも口を入れるそうですね。ここ数日ちょっとご飯の時に騒ぐようになりました。ちょうだいちょうだいみたいな。ご飯はどんなのを用意する。今まだふやかしてます、はい、お水でふやかしたやつをあげてます。はい、パピー用のやつを、はい、急に帰るとお腹が緩くなるの で、ね、今後あげたいなと思う餌にちょっとずつ切り替えてもらって、はい、2割ずつ
変えていったり2割3割ちょっとずつ増やしていって最終的にそのフードに切り替えるっていう風にしてもらって、うん、はあ、後ろ下からの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 全然泣かない。泣かないです。本当に静かです。ね、夜もたまにあの黒いミランちゃんっていう子がなんでかキュンキュンって言うんですけど、であまりにもキュンキュンが長いとうるさいよって言ったらピタッと止まって、もうみんな泣かなくなるんで、すごい賢い。うん、他の子誰も泣かないですね。はあ、寝てみよう。寝てる。寝てる。目は開いてる。目は開いてる。これお届けはいつ？これから予定をすり合わせて、はい。でお届けに行くんですか。はい、お家にお伺いします。でどこで買いますかっていうのと、その時にはそのもし手作りされるんだったら、それが危なくないかとかっていうのをちょっと確認させてもらって、はい。でこれで OK じゃなかったらちょっといろいろお手伝いさせてもらおうかなと、はい、指導が入るみたいですそんな偉そうなもんじゃないですとんでもないです。大和動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン、古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。猫は松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。もうこの子たちがどんな犬になるかっていうのはもう完全に今からの立花さんたちにかかってるので、もうね、賢い子になるかとんでもない言うこと聞かん、ね、聞かんぼになってしまうかはもう立花さん親子さんのに全部かかってるので、もうこういう時にはこうするべきだと、可愛い可愛いだけだったらもうとんでもない子になってしまうので、時には厳しく叱ってもらってしつけしてもらった方がお互いのために生活しやすいと思うので、ぜひそういうところを、ね、利用してもらって、はい、しつけ教室行ってもらいたいと思います。ありがたいです本当に、はい、長年飼ってたらもうなんか自己流だったりしますもんね。そうなんですよ。でこの子の時はうまくいったのにとかいうことがよくあるんですけど、たまたまその子がいい子だったとかいうこともあるんでね、性格で、はい、ゴリやったしね。確かにやっぱ、うん、賢い犬だったんで。かわいい、かわいい。あにゃかわいい。くつろいでるって。お名前なんでした？ニーナです。ニーナちゃん。名前は変えてもいいんですか？全然変えてください。はい。何になりそうですか？あれ？ちょっと家族会議ですか。そうですね。なんでテトになったの？もう毎回毎回犬が来るたびに名前は本当に悩むんですけど、最初のうちはもう柴犬だったら柴次郎三郎みたいな柴さんみたいな感じだったんですけど、この子犬たちに関しては色になんか関係したものとかなんですけど、前回 白い子犬がたくさんいて全部お餅みたいな名前にしたんですよ。大福とか、うん、もっちとかそんなにしたんですけど、今回色もバラバラだし、ただただそのいい意味の名前だったり、ドイツ語で幸せになる子みたいな、ニーナちゃんなんかはドイツ語のその幸せになる子みたいな名前なんですけど、テトはジブリのナウシカに出てくる肩に乗ってるあのキツネみたいな指噛んじゃったやつなんですけど、ただ響きが可愛いっていうだけでテトです、はい、一応一頭一頭考えて、はい、つけてます。こういう
譲渡会に来られるのが初めてですか？2回目かな。あ、この間か、はい、いかがですか？いや、なんかもともと動物はすごい好きなんで、で、まあ、こういったことは来たことはなかったんですけど、ちょっと思ってたより正直頭数がすごい多いなっていうのは思いました。で、そこでやられてるっていうのがすごい大変なんだろうなっていうのは、まあ、しみじみ思いますし、まあ、何か力になれたらなとは思ってます。思ってる。そうですよ、ありがたやもうね、たくさんこういう方がねいてくださってね、あの動物をペットを迎えるなら保護犬からっていうのをね思ってくださる方がたくさん増えると、本当にね、あの私たちも保護した甲斐があるというか、はい、本当はね保護する子がいなくなるのがベストなんですけど、今のところキリがない状態なので、はい、本当にそういう考えの方が増えてくださるのが嬉しいです。よくさん来てみていかがですか、先週今週と。そうですね、あの光さんみたいな方がねすごく大変だろうなっていうのは思います。この中から迎えられて私たちも幸せになれるし、できれば兄弟犬全部ね一品一品が一番いいんでしょうけど、それはちょっとまた散歩とかも大変やろうなって思うんで、今回は2頭引き受けなんかお引き取りさせていただこうかなっていうふうに思ってます。いい出会いができて本当に良かったです。嬉しいです、はい、私も嬉しいです。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊・去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。これ今日は2頭、はい、一応よ仮予約、どういう段階なんですか？そうですね、トライアル予定ですね。トライアル、はい、1週間のお試し期間で一緒に1週間生活していただいて、この子たちと今後も一緒に生活できるかっていうのをあの見極めてもらって、で1週間後にお返事いただくようになってます。なんか準備するものってあるんですか、お届けの際に？そうですね、まず寝るときはあのケージ、こういうようなケージで、ちょっとこれはまだちっちゃいんですけど、もう少し大きめのケージ、トイレと寝るところがちょっと分けれるようなところのケージを用意していただいて、ちっちゃいのでやっぱり何を食べていい悪いが分からないので、いろんなものをかじっちゃって誤飲しても危ないので、あと今から歯が痒くなってくる時期でいろんなものを噛んでしまうので、コード類とかもやっぱり噛んでしまうので、感電してもいけないので、人がいない間はケージでっていうので、まずケージで、ご飯入れとお水入れっていう、あとペットシートぐらいですね。はい、首輪とかはまだワクチンが1回しか終わってないので、 お外にお散歩ができないので、この2回目が終わったぐらいに、あのヤシ今日に日に大きくなってるので、今がちょうどでもすぐ合わなくなるので、はい、2回目が終わった時にもまた多分1キロぐらい大きくなってると思うので、その時に合うものを、はい、買っていただいて、お散歩デビューの時にちょうど合うようなものを買っていただいたらと思います。はい、ワクチンが終わってればね、ペットショップにそのまま連れて行って、この子に合う首輪をって言ったら出してくれるので、店員さんが、はい、
それを、はい、準備していただきたいと思います。お話聞いてどうですか？ケージとはあります？こんなのはないんですよ、はい、輸送する分はあるんですけど、キャリーです。キャリー、そうどうでしょう、キャリーじゃないですね。そうですね、やっぱりもしくはその手作りで皆さん結構作られるんですけど、100均とかでワイヤーメッシュみたいなのがありますよね。そういうのを結束ボンドとかでつなぎ合わせて、家の角のへこんでるとことかを利用して、そのワンチャンスペースを、本棚の本を倒れないようにするブックスタンドみたいなのを支えにして、でそれをワイヤーメッシュでつなげていって、それをケージ代わりに広めに、ケージじゃちょっと狭くてかわいそうっていう方とかが広めにそういう風に取っている方も結構いらっしゃいます。はい、でいずれは家の中でフリーにしてやりたいっていうので、わざわざこの大きいケージを買うほどでもないかなっていう人は、はい、そういう風にしてもらってます。どうですか？勉強になります。言うこと守ってくれそうですかね、この2人は。いや、そうですね、もうここまでね、その犬愛が溢れた方なのでね。なんでわかるんですか？いや、もうデレデレじゃないですか。本当に。はい、なので本当にきっとね、大事にしてくださるし、はい、わからないことはきっと逐一聞いてくださると思うので、やしね、もう慣れてらっしゃるのでね、犬の飼育に、で大きい子も育てられてきたので、大きい子のね、苦労するとことかも分かって、でコリーなんか言ったら毛もかなり抜けてたと思うんですけど、その抜け毛が多くて困るんですってこともないと思うので、対処法とかもね分かってるし、もう抜けて当たり前やと思ってくれてると思うので。、はい、なるほど。今後 その大きくなるにつれてのトラブルについても対処してもらえると思っているので安心してます。なるほど。いけそうですか？喜んで。ナチュラルケアドッグアカデミーは、ワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室では、プロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとして、ハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるテローグループ。上から順番に置いてもらっていいですか？これアンケートはどんなことを聞いてるんですか？お家の環境とか、一戸建てかどうかとか、今先住犬がいるかいないかとか、アレルギーの方がいないかとか、家族全員が賛成されてますかとか。で、今からお約束してもらうことをちゃんと守っていただけますかっていうようなことを書いてあります。何のために？そうですね、二度と、捨てられてしまったりとか、逃がしてしまって探さないとか、そういう無責任なことが起こらないために、いろいろお約束をしていただくために最初アンケートを取ってます。とか、先住犬さんが亡くなられた理由とかも割と聞くことが多くて、その理由によっては、病院に連れて行ってなかったとかっていう理由だったら、今回も譲渡したとしても医療にかけてもらえない可能性があると思った場合はお断りさせてもらってますし、はい、それワンちゃんの将来のため。そうですね、はい、この子たちが幸せになるために、もう本当は厚かましがられるとは思うんですけど、結構いろいろお聞きしてます。お母さん、どうして今回ワンちゃんを家族に迎えようと思ったんですか？息子がなんかどうしても犬が欲しいということで。癒されたいそうです。息子さん、どうして今回犬を飼おうと思ったんですか？やっぱりずっと犬と一緒に育ってきたんで、犬と一緒にいたかったんですよ、はい、ただやっぱりずっと別のところで一人暮らしをしてたんで、
それだとちょっと犬猫っていうのはやっぱ賃貸であったりとかで飼うことができなかったんで、でまあ両親のちょっと仕事の手伝いっていう形で、あととかいろんなところをまあ一緒にやっていこうっていう中で家に帰ったってなったら、まず第一希望ですね。あ、帰省されてきて、はい、で帰ったら帰るなとっていうのも結構判断の中ではありましたね。ずっとしたかったことなんで。よかったですね。そうですね一気に家族が5人ですけど。そうですね。いか、あの何年前、3年2年前までは実家の犬を預かってたので、いたんですけど、帰ってきたらあのその犬も、ね、実家のおばあちゃん家の犬だからということで、楽しみにしてたら息子が帰る前に死んじゃったので。そうなんですね。でちょっと何人もいない状態だったので。やっぱ犬がいるといないとでは違いますか？結構ね、犬がいると散歩とか時間取られるんで忙しくはなると思うんですけどね。はい、犬番長さんがいらっしゃいますから喜んで頑張ってほしいと思います、ね。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ねえ、このちょんちょんってね、そうマロみたいな。兄弟の中で2のだけ耳が立ってるんですよ。そうなんですよ。短いのかな。そう、ちっちゃい。あ、なんかもう猫みたい。ねえ、赤ちゃんみたい。息子さんが生まれた時はこんな感じだったんですね。愛しくて愛しくてね。そうですね。よかったね。モフモフ。ね、本当に密度が濃い。どんな子になってほしいですか？あの前のコリーが結構やっぱり犬種もあって吠えたんですよ。でうちは山なので響くんですよ。子供するんですね。地の底からボンみたいな感じの。だけあんまり吠えるのはちょっとよろしくないかなとは思うんですけど、どうしてもねやっぱり犬種で吠えるのが仕事みたいな感じだったから吠えてたんですけどね、うん、この子たち今全然吠えないから、おとなしい子になる、ね、自我が芽生えてきて何か、ね、要求吠えとかも出てきたらその都度ねまた対応していったら、きっとねこういう野犬の子たちは賢い子が多いんで、特に花黒さんなんかはすごく賢い子が多いんでね。なんでわかるんですか？あの統計です。統計私の経験上、この黒い鼻の周りが黒い子は賢い子が多いです。はい。ペト君は？ペト君がちょっと心配ね。ペト君。天然。頼むよペト君。頑張ろうって。マイペースやけん。立ちつてどうやね。
こんにちは。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 大きなって。あら。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。